加藤美優の全仏王 P 女子 D3 回戦は失格ではなく弱点を引き出された敗戦だった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。スポーツ時々放弾。テニスの全仏オープンが終わった。 ジョコビッチがメジャー通算23勝を飾り、準優勝のルード、20歳のアルカラスがポスト3強らしい実力を披露。ナダル不在の不安を一掃する中身の濃い大会だったが、日本ではらぬ話題に終始した。女子ダブルス3回戦。 1> 第1セットを6から7で落とした第2セットに、加藤美優が不要意に相手陣後方に戻した打球がボールガールの首筋を直撃。山成とはいえ、ィをつかれたボールガールは泣き出した。主審の警告の判定に、相手ペアは大会レフェリーの最低を求めた。これはよくある手順で、レフェリーが調子、失格、とした。失格打ったボールには責任がある。 失格者は賞金とポイントを募集され、同大会の多種目への参加も取り下げられる。恋ではないという抗議に、大使レフェリーはこう繰り返した。ポイント間でも自分が打ったボールには責任があります。恋か不注意かはドーピングでも問題になるが、ルールの趣旨は、選手は自分の肉体、行動に全責任を持てということ。 そもそも恋だったら障害罪になるし、大会中の練習でもそうした責任は問われる。ボール傷への心ない非難があった。彼らは単なる急拾いではない。サッカーも同じだが、配給はゲーム進行をした支える大事な仕事で、今回も緊張して仕事をしていた最中だったから、加藤には真っ先に駆け寄ってほしかった。 ボール傷の起用は、テニスが、ただのボール遊び、賞金稼ぎ、ではなく、みんなの大会という社会効果を考えてのアイデアなのだ。普通、ボールを戻す際に、ああは打たない。タッチを確認したかったなら単なる手落ちになるが、気持ちが切れかけて何も考えていなかったのだろう。四角電光掲示板を破壊した過去。ツアー10年目のベテラン。 相手の一人とは過去にペアを組んでいるから手の内は知られている。加藤はかつて全米の予選敗退後に電光掲示板を損傷するなど、それも杉山愛源女子代表監督夫妻の目の前で気持ちのコントロールが課題だった。 この試合でも第一セット後に切れかけ、相手の弱点をつくのがテニスの上等手段なら、今回は弱点をまんまと引き出された敗戦とも言える。打球がボールガールの耳か目に当たっていた可能性を思えば、むしろ幸運だったかもしれない。残念だったのはその後だ。温情だろう。 出場が認められたミックスダブルスで優勝すると表彰式のスピーチで賞金とポイントを受け取りたいと訴えた。ジャジやボールキッズも参加する表彰式は賞金をもらう場ではなく敗者の検討を唱え大会運営者に感謝する場。英語のカンペを用意していたから周囲に協力者がいるのだろう。 エキシビションとはいえ、ミックスダブルスは男女の社交の場として発展したテニスの原点で相手をリスペクトする舞台だ。過去にこの種目で優勝した平木理科、杉山愛、柴原英奈は観客にも選手にも愛され尊敬され、日本のテニスはそのアマチュアリズムをこそ自負して皇族を名誉総裁にいただいている。プロはアマチュアリズムを基盤になり立つ。 ここまでの獲得賞金は1億6500万円。熱いプレイはいい。感謝とリスペクトを忘れてはいけない。武田薫、スポーツライター。まず、判定は、失格、です。これではないというのは、事実確認が足りていないと思います。弱点に関しては引き出されたのではなく本人のコントロール不足。テニスに限ったことではないです。どのスポーツでも当てはまります。 問題とされるのは、一度出した判定を、相手選手の講義後に検証や説明がなく変更したことです。だったら、最初から失格にすればよかっただけなのです。事実と現状の確認と検証が不足し、主観で書いている記事はいかんかと感じます。記者がこう書こうと結論から考えて、のちけで組み立てたような文章。浅いですね。<laughs> 別に相手が引き出した役ではないです。自分がコントロールできなかったため、いずれにしても一旦審判が下した警告の裁定を相手チームの必要な抗議によりビデオで確認もせずに失敗に覆した。相手チームの失格になった時の嬉しそうな表情が全てを表している。相手が引き出したのではなく相手にはめられたのです。 加藤自身の英語力の問題もあって主張しきれなかったのもあるかもしれない。ペアの選手が代わりに説明している感じはあった。一方で表彰式たどたどしい英語でしっかりと主催者に主張、抗議したのは素晴らしかった。速報の段階で加藤選手のこれまでの振る舞いのことを知っている方が同様の指摘をしていましたね。また、記事冒頭の ボールを打った責任についても意図せず強く打ったわけでもなくても、打った選手にペナルティーは妥当で失格は厳しいが判定の範囲として仕方ないという意見も少なくなかったと記憶しています。ただし、相手の必要でミスリード気味の抗議と審判員らの判定変更の経緯が明らかになると論点は完全に移りました。 本記事は間違いではないし、加藤選手に厳しい批評もあるべきだと思います。が、相手の反スポーツマンシップ行為と審判員の対応について、なぜ同様に論評しないのかと物足りなさを感じます。